はい、ではお時間になりましたので始めさせていただきます本日はお忙しい中老大ワイングレープ委員会主催の新セミナー老大のオールドワインを知るにご参加いただきまして誠にありがとうございます本日はカリフォルニアとオンラインでつなぎ老大イワイングレープ委員会エグゼクティブディレクターのシチュアート・スペンサーさんが老大地域とそのワインについて詳しく解説いたしますまた本日の 通訳は高橋佳子さんが務めます。ではまず、カリフォルニアワイン協会北アジア、オーストラリア共同代表の。大木山どかより、ご挨拶をいたします。すみません、ちょっと一斉がきしく皆様、こんにちは。 カリフォルニアワイン協会の大木屋と申します。本日は、老大のセミナーへお越しいただきまして、誠にありがとうございます。このセミナーは、東京会場におきましては、受付を開始いたしましてから、約1日半で満席となりまして、皆様の老大への関心が非常に伺えます。カリフォルニアワイン協会では、2020年より、特定の産地にフォーカスいたしまして、 多様性を訴求してまいりましたナパ p a ソノマに引き続きまして本日皆様にローダイをご紹介できますことを心より嬉しく思っておりますまだまだ知る人ぞ知る、えー、ワイン産地かもしれませんけれども私自身は2018年にこの地を訪れまして本日皆様にご支援いただきます 古木のジンファンデルや山荘といったブドウ畑をまず、まずは魅了されたことを昨日ごとのように思い出します。この土地であらゆる品種のワインに遭遇し、高品質でありながら手頃なところが、ダイの魅力なんではないかと思っています。また何世代にもわたって、このダイの土地を守ってきた歴史があり、 さらには環境への配慮にいち早く着手いたしましたも、着手いたしましたのも、この老台でございます。本日は私が2018年に訪れた際に、大変素晴らしいホスト役を務めていただきました、今映っておりますけれども、えー、スチュワード・スペンサー様をお迎えいたしまして、来日は叶わなかったんですけれども、画面越しに、今日はぜひとも皆様に、 ローダイの魅力とそして素晴らしいワインをご紹介していただきましょう短い時間ではございますがどうか最後までお付き合いください改めまして皆様のご参加心より御礼申し上げますでは、えー、場所をローダイに移したいと思います、うん、Thank you for waiting George. it's your show I'm gonna turn this over to you thank you, madoka, and thank you all at the california wine export program for helping host this lodi seminar today. madoka-san, and of i'm very delighted to be with you here. Um, i had hoped to be there in person, um, but i'm happy to join you via zoom.

ご紹介にあつかりました、ローダー、ワイン会の代表を務めております、シチュアートと申します。私の family も実はこのローダーに、ブドウバだけは何を用意しているんです。非常に私とのっても、特別な場所になっております。And my hope is to share with you some of the things that we think makes ローダー a special place for growing grapes and making delicious wine. はい、えー、今日は皆様と一緒に、えー、ぜひですね、このローダイの特別な、えー、ワイン産地としての特徴をたくさんご紹介できればというふうに思っております。ローダイ truly is a rising star in California wine and one of the most exciting places, in my opinion, to be growing grapes and making wine。ローダイは今まさにカリフォルニアワイン会の新生、ライジングスタートを言って良いと思います。 葡萄栽培、ワイン作りにとって理想的な条件が揃っているんです。And まずはじめに、ローダイ、AVA についての歴史やバックグラウンド、そして、あサブ、AVA についても、この後は詳しくご紹介させていただきます。<laughs> Lodi Appellation or AVA was established in 1986, even though wine grapes have been growing in the region all the way since 1850.Lodi の AVA がコーシキニレキタノワ、1986年のコトナンデスケルドモ、エコノチデブドサイバー、1850年代からオコナリテオリマスタノデ、エタヘンレキシノフカイサンチトナテオリマス。There were also

でこの老大カリフォルニアのプレミアムワイン生ー量ンリの20%をセめる生産量を誇っております。カリフォルニウね、カベルネソニオン メルロ、えー、シャルドネ、スオービニオンブラン、ジンファンデル、ピノグリ、プチシラーなどなど、たくさんのブドウ品種を生産しています。46, このローダイ全体には4万6千ヘクタールのブド栽培、えー、ブドウ畑があ存在しております。 I misspoke, I meant 40,000 hectares. That are farmed by about 750 independent growers. Even though we are going to talk about Lodi's signature grape today, Old Vine Symphonale. The region also has over a hundred different varieties growing at commercial levels. This makes Lodi one of the most exciting places for California winemakers and is bringing in winemakers from across California. これほどのブドウ品種だけをとっても、多様性を持ったワイン生産地なので、カリフォルニア中からワインメーカーが、ブドウを求めてやってきます There are about 85 wineries that operate in the region, from the very small to the very large. ローダイには今85のワイナリーが創業しているんですけれども、小規模な家族経営から大規模な企業まで、様々なビジネスサイズのワイナリーが創業しております。Most of these are family owned and operated, but it also includes some of the very largest in California, such as Sutter Home, Constellation, and Gallo. まあ、ほとんどは小規模な、えー、家族経営で何世代も創業している、ワイナリーなんですけれども、えー、規模の大きな、えー、ワイナリーは、例えば、ガロやコンステレーションといったような、カリフォルニアが、大ヒョーする、えー、作り手も、ローダーに拠点を置いています。Additionally, wineries from across California and all over the country seek out grapes from Lodi, purchase them, and make wines at their home. それに加えて、ローダイの素晴らしいブドウを求めてカリフォルジア、カリフォルニア中のたくさんの生産者がローダイからブドウを購入し、彼らのブランドでワインを生産,生産しております。It is truly the combination of people and place that makes ローダイ a special place for growing grapes. このローダイというのは素晴らしい武道栽培のポテンシャルを持った、そしてそこで何世代もわたって武道栽培を行ってきた人々、このコンビネーションによって成り立っているワイン産地なんです。I'm now going to talk about where Lodi is situated in California i n our distinct climate. これからローダイの立地ですね、カリフォルニアの中でどのようなこの立地による気候条件があるのかについて、ご説明させていただきます。Is special. このローダイ、地理的な特徴が、この土地をぶどう栽培に適した条件になっている要因がございます。 ローダイのおマヒニシですね、すぐ西というのは、サンフランシスコ湾があります。That rise to そしてローダイの東側には、えー、標高が4500メートルにも及ぶ、大きなシエラネバダ山脈が位置しております。 These two features lead to creating a distinct climate and, a, and distinct soils that define the Lodai AVA. Lodai has a Mediterranean climate with cool, moist winters and dry, warm summers. ローダイの気候分類は地中海性気候になります。冬は涼しく雨が降ります。夏は温暖で乾燥しています。ローダイは、暖化する、冷冷え込み温暖化する、冷える、冷冷え込み暖化する、冷え込み温る、冷え込み温暖す えー、ブドウの生育期間、日中は非常に暖かくなりますが、デルタブリーズと呼ばれる涼しい海風によって、気温が緩和され夜間はぐっと気温が下がります。これによって、ブドウ栽培に理想的な気候条件をもたらしてくれています。サンフランシスコ湾から吹き込んでくる、えー デルタブリーズ、この涼しい海風は、天然のクーラーのような役割をろうだいで果たしてくれているんです。One of the アラスカから南下する世界でも最も冷たい寒流の一つが、カリフォルニアの沖を流れています。

That allows the grapes to maintain their freshness and acidity. We are now looking at a map of the Lodi AVA and the thousands of kilometers of riverways just to the west of Lodi. こちらはローダー AVA の地図になっているんですけれども、ご覧いただきます通り、ローダーのすぐ日があ、西側に向かって、たくさんの水路が流れているのがご覧いただけます。All of the rivers coming out of the Sierra Nevada meet up just west of Lodi and spill into the San Francisco Bay. これらの水路、川なんですけれども、シエラネバダの山に水源を持っておりまして、そのままローダイのすぐ西側へわいと、サンフランシスコ湾まで流れ着いていくと、いうような水路になっております。To help understand the size of the region、both Sacramento to the north of Lodi and Stockton to the south are inland seaports. でこの牢内の北にあるサクラメントという町と、そして南側にあるストックトンという町、これはどちらも内陸にある港になっています。Both of these cities receive 海を渡ってきた船舶が、この水路を上って、それぞれの港へと入港し、貨物を運んできてくれるんです。 And it is all these waterways just west of us that allow the breezes to come directly on the Lodi area. This next chart indicates the highs and lows in the major growing regions in California.こちらの表なんですけれども、カリフォルニアの主要なワイン産地の ぶどう生育シーズンの気温を示していますこちらの,あの数字自体は、えー、すみません、歌詞にあなっているんですけれども、えー、ご覧いただきますと、その日中と夜間の気温差ですね、そういったものを、えー、ご理解いただけるかなというふうに思います。 It also allows you to see how Lodi compares to many of the other famous regions of California. It's also important to note that during the growing season, we are relatively dry in California. またですね、気候的な特徴として、ブドウの生育期間はカリフォルニア全体的に非常に乾燥しているというのも特徴です。 まあ世界中のもブドウ生産地域にと比較しましても、えー、まあこのおかげでカリフォルニアは病害のリスクが少なく、えー、非常にまあしっかりと葡萄が成熟するえそういった恵まれた環境にあります。えこうした条件で非常にまあよく熟した葡萄から美味しいワインが作られるというわけです。 The seven ABAs that lie within the Lodi area. The original Lodi appellation was established in 1986, but over the years, we learned that there are many differences in the soils and microclimates of the smaller areas of Lodi. もともとそのローダイの AVA 自体は1886年に制定されたものなんですけれども、えーまあ、その長い年月をかけてですね、このローダイのエリアの中に異なる土壌であったりとか、異なる微小気候ですね、そういったものが存在するということにわわれ生産者は気づいてまいりました。Before I talk about the individual AVAs, we are first going to talk about the soils that helped form the region. まあこの細かなサブエヴ a、VA、についてお話しする前に、ローダイ全体的な土壌のタイプが非常に多様であるということをご紹介させていただきます。マッ screen now shows you a soil profile of the region。こちらのスライドの地図、色分けされて、ローダイの異なる土壌のタイプが記されています。The soils of the area have predominantly been formed これらの土壌なんですけれども、多くはシエラネバダ山脈から川を伝って流れてきた中積土壌になります。These rich a n mineral laden soils have created an ideal environment for farming grapes. ブドウ栽培に理想的な、非常にまあ豊かな、ミネラルに豊富な土壌が多く分布しています。 I'm now going to talk about a few key features you see on the map. The first is the large orange area around the city of Lodi. There are two major rivers that come out of the Sierra Nevada and bisect the Lodi Appalachian. シエラネバダ山脈の方から、流れてくる川の中で、ナつ大きな主要な川が、このロダイのエリアを流れています。The first is the m a c a l o m i River that runs directly through the city of l o d i h i t o t s o m e g こちらはロダイの街中を横断している川です。And directly through that orange region which indicates the very sandy loam soils that exist. エコノカワノリューキですね、つまり、今、オレンジ色のおエリアあなんですけれども、こちらに、チチオハコンディマスコチラワン、ローム土壌が主体となっております It is this granitic based sandy loam soils that form the ideal climate or ideal soils for the historic Lodi growing region. こちらのサストロームなんですが、カコガンスベースとなっておりまして、ロダイが歴史的にブドウ栽培を行っていた、バックボーンとなっております背景にある重要な土壌になっています。And it is in these sandy soils that you will find the majority of the old vine zinfandels, many that grow still on their own roots。歴史的に、なぜそれが重要かと言いますと、このロダイの地域、 左室ローム土壌には重要なオールドバインジンファンデル非常に樹齢の高い古木のブドウの木が現存している場所ですえ、またこの地図で上にかけて黄色い帯のようなエリアがご覧いただけると思うんですけれども This is the Cosumnes River

コバリテキテ、てて注ュした、土壌そういったものが分布しています It is these deposits that have helped form the northern part of the Lodi AVA.Lodi AVA の北寄りのエリアというのはこうしたドジョが多く分布しています The final thing I want to point out on this map is the large red to pink area. 最後にこの地図でご紹介したいもう一つの点は、えー、まあ、広いエリアをカバーしているこのピンク色をした場所になります are このエリアというのはブドウ栽培の歴史という点では比較的新しい場所なんです and are characterized by a hard pan underneath the soil that historically made it difficult to farm grapes このような地層の中に非常に分厚くて固い層がありますので、なかなか武道栽培が困難な場所として歴史的には認知されていた場所なんです。The development of deep ripping tractors and drip irrigation allowed this area to get developed into wine grapes. えとトラックの技術でこういった硬い層を掘り起こせるようなそういった技術が進化したこととあともう一つは、まあ、広い範囲でドリップイリゲーション灌漑の技術が発展したことこの二つがこのエリアのブドウ栽培を近代へ進化させてい,たいます。 こうした技術の進歩というのは、今から30年から40年ぐらいの間に起きたことです。Region. まあこうしたことから、まあ、土壌にも非常に多様性が見られますので、えー、栽培されるブドウ品種も非常に多岐にわたるということになります。 それではローダイのサブ AVA について一つずつご紹介していきま A BA, which has about under vine. まず、J、の A ですすずのの AVA でねこちらのブドウ栽培面積はおよそヘクタールになります。

この地域はシャルドネアソーヴニオンブランといった白ワイン用の品種で、えー、まあオー多く生産されているんですけれどもまあそれ以外にも赤ワイン用の品種も、えー、生産されています続きましてコサムニーズ AVA をご紹介いたします This region is in the northwest part of Lodi ローダイのお北西に位置する AVA で栽培面積は1300ヘクタールほどになります。自然の森林環境が豊かな場所で、えーまあ、開けた土地というのもたくさんある場所です。 The soils tend to be younger here and more moderately uh, vigorous. This is one of the coolest areas of the Lodi AVA, sitting directly on the edge of the San Joaquin Delta. サンホワキンデルタのすぐそばに橋に当たる位置にあございますので、ローダイの中では、もっともすずしい気候のが特徴です。During the growing season, you can see fog coming on off of the San Francisco Bay, across the Delta, and on the Kosumnes AVA.

このコサムニーズという変わった名前なんですけれども。Term. これはネイティブアメリカンの言葉なんです。Um、means of. で、この、ええー、末尾のウムニというのは、ええー、people of 何々の人々という意味なんですね。そう、c o n s u m e Translates as people of the Coast River. And before people came to California, there were many Native American settlements along these rivers. でまああのカリフォルニアに、えー、まあ主に入植されてき、えー、た時代より前というのはこのコサムニーズ川周辺にはネイティブアメリカンの部族が、えー、住んでいた場所になります。The next area we're going to discuss is the Altamesa ABA to the east of Cosumnes River. えー、コスムネスのお西にあ東にあるのが続いてご紹介するアルタメサ AVA です。 Alta Mesa has about 21 hectares under vine. 2100. 2100 it is a fairly flat area that roughly translates as tabletop or flat tabletop. タイラナダイチですね。テーブルトップという,ような意味のある名前は、これがチケを表しています。It is characterized by intermediate river terraces that extend to 41m above sea level.41m ぐらいの標高になるんですけれども、川沿いのテラスのチケというものがこのチケの特徴です。The soil is a dense reddish gravelly clay loam. 土壌は、赤みがかった、砂礫粘土んロームとなっています。temperatures tend to be a little bit higher in this region as the delta effect is diminished. デルタブリーズのの影響が及びににくいいい場所川かからら離れているためこちらははロダイ中では比較的暖かい気候になります There is a great diversity of varieties in this region, but Cabernet Sauvignon, Merlot, Do very well here. Planted, One of the other interesting facts about the Alta Mesa AVA is how clean and pure the water is here. でこのアルタメサ AVA のまた別の特徴として挙げられるのが非常に水質が高い、きれいなお水が得られるというところです。This has led to the development has fish many led of f これがメイン e a ィッシそういったところからこの地域には魚の養殖場がたくさん発展してきました。We are next going to talk about the Clements Hills AVA. え続きまして、クレメンツヒルズエブイエをご紹介します。Clements Hills sits at the edge of the Sierra Nevadas。クレメンツヒルズは、Sierra Nevada サンミャクの、フモトニチステールエブイエです。There are about 8, え、まあこのエリアというのはシエラネバダ300のまあつま先のような位置づけにあたります。え、まなだらかで丸みを帯びた丘陵地帯が広がっているエリアです。標高は30メートルから140メートルほどになります。

This is the second largest AVA within Lodi for grapes. The first is the McCullumy River, which we will talk about in a few minutes. The region is also noted for warmer days and wetter winters. まあこの地域気候的な特徴としましては、日中の気温は暖かく、冬場にはしっかりと雨の降る気候です。Of この地域は、生育期間、夜間の気温がぐっと低くなるんですけれども、これは、シエラネバダ山脈から吹き下ろす冷たい山からの風の影響になります。 この地域は、赤ワイン用の葡萄品種が非常に優れたものが生産されています。その中には、ローヌやスペインの葡萄品種なんかも栽培されています。続いては、ボーデンランチ AVA です。 この地域のブドウ栽培面積は4800ヘクタールほどです。このエリアは1990年代、ローダイの中では比較的新しいブドウ栽培地域になります。

ブドウ栽培地は、えーまあ、主に自然のお、まあ、草原があるような丘陵地帯になっているんですけれども、えー、非常に変化に富んだ地形ですので、えーまあ、斜面の方向も様々です。23標高は2 3ルから1 5 8メートルほどです。 The soils are a very distinctive stony clay loam cobble. As you can see from the picture on the slide, the soils tend to be very reddish, filled with cobblestones. このスライドの写真にあるように、石を含んだ赤色っぽい、そういった色をした土壌になっています。こちらは赤ワイン用の品種が主体になっているんですけれども、近年では白ワイン用の品種でも非常に成功例が多く見られます。 As in Clements ABA, the closer you get to the Sierra Mountains, the less there is of the Delta influence. Uh, AVA同様に, uh, ,まあ and because of this, the days tend to be warmer and the nights tend to be colder. 日中の気温は高くなりがちなんですけれども、本、え、当、ー、にやかんの気温との気温差というものが大きくなっていきます。それが、そして、これが、ワインは、より、ストラクチャーのしっかりとしたワインが育ちます。One of the other interesting characteristics of this area is the extensive number of vernal pools that exist.Could you say it again? <laughs> Another distinctive feature of the area are the vernal pools in the region. Pools, could you, or an uh, vernal pools are summertime uh, puddles of water. Vernal pools are summertime puddles of water. It's pool. It's a It's a この水たまりにはたくさんのその自生の生物というものが生育するような場所なので、そういった場所には、ドウは栽培できません。水がたまるときにだけ現れる、ちょっと小さな えー、エビのような生物ということです。ですから、まあ、この地域の栽培可能な場所というのは少し、えー、狭くなってしまいます。BA, オーデンランチのすぐ北にある、えー、スラウハウス a v エをご紹介します。 There are about 3,200 hectares under vine in this region. It is a natural woodland environment rising up to 180 meters above sea level. You tend to see older, lower vigor, reddish sand, silt. こちらの土壌は比較的古く、非常に痩せていて、赤みがかった砂やカッタ、スナヤシルト、カザンセノ、ネンドシロムになっております。This region tends to have the coldest winters and the warmest summers。の気温は also sees the highest level of rainfall. アメノリオモオイノガトクチョウです。It's mostly farmed with red varieties such as Cabernet Sauvignon, Petit Bordeaux, Grenache, Mouvedra, and others.Akawayo no Budolhinshu Gasavasaritori Maste, a Cabernet Sauvignon, a Puti Berido, a Gurinashu Nadoga, a Murmedo Nadoga Sansaritori Maste.We are now going to move on to the McCulloughy River AVA.

こちらもネイティブアメリカンの言葉で、マカロニは、モカ・側の人々という意味があります。これが、ロダイのダイの文化の歴史を書くと、ロダイの文化の歴史を書くと、ロダイの文ロダイのの歴史 でこの地域には、えー、歴史的に非常に、えー、たくさんのオールドバイン古木の畑が現存しております地形的には平坦で標高は高いところでも25メートルほどです It is characterized by deep alluvial organically rich トーケーサンディロームソイルス どじょうば、ふかい、チューセキ、どじょうに、なっております。ゆきぶつに、とんだ、とかい、さし、ロー、むがみられます。There are no hard pans here, and the roots run very deep. チ soranakani katai, katamariwa, naino de, a buddhono, neto, you know, what, to ふかくに、のびることが、てきます。It is this sandy soil that has allowed own rooted vines to survive for over a hundred years. フォロクスラ、つつ era, the root louse that devastated European vineyards does not do well in sandy soils. 歴史的にヨーロッパのブドウ畑を壊滅的な被害を与えたブドウの根に寄生するフィ,レフィロキシラという害虫、この虫は砂質の土壌では生息できないということがよく知られています。That, ですから、まあ、オールドバインの、えーまあ、ほとんどは実はこの砂質の土壌で、えー、自混んで育っています。 The climate is also cooler here as the delta influence is greater. The growing season is characterized by distinctive breezes coming off the delta in the late afternoon. え、まあ午後遅めの時間になってきますと、このデルタの方から涼しい風が吹いてきて、暑さが緩和されるというのが、あ、気候的な特徴のエリアです。このエリアのブドウ畑というのは規模が小さめになります。and most of them are farmed by independent growers. えまああの独立した農家によって所有栽培されていることがほとんどです。その多くは1800年代から代々とこの土地に根付いてきたファミリーです。またこの地域はより

ここからはオールドバインジンファンデルについて、カリフォルニアそしてこのローダイを象徴つける特徴についてご紹介していきましょう。ジンファンデルというのはカリフォルニアには1852年ナパで栽培が始まったとされています。It is believed that George West Who was on the State Agricultural Board first brought Zinfandel to Lodi in the 1850s? Uh George, ,まあ uh George West and his brothers established the first winery in Lodi, El Pinal, in 1858. Uh, 1850... 8年にこのジョージ・ウェスト、兄弟で、えー、ワイナリーをローに起こしています。One of the reasons we believe Zinfandel became a favorite variety in California was its ability to produce higher alcohols with better acidity. で、このカリフォルニアで、 ジンファンデルが非常に成功している要因に挙げられるのが、しっかりと熟して高いアルコール度数のワイン。で、なおかつ、酸がしっかりと保たれるという点です。The higher alcohol and higher a c i t y made the wines more stable in the warm California summers. こうしたアルコールが高く、そして酸も高いワインというのは、まあ、非常に夏暑くなるカリフォルニア州では、しっかりとしたその安定感を持ったワインになります。また、若いジンファンデルの畑というのは、しっかりと収量を得ることができますから、農家にとっては非常に都合がいいというわけになります。 We are blessed in Lodi to have thousands of acres of old vines. There are several reasons why these are special.。First off, an old vine is self-regulating. まず、オールドバインというのは、自然の適応能力に優れているという点です。They naturally produce a smaller but more concentrated crop.They、えー、have also evolved with their ecosystem and their environment and find a more natural balance with the region. また、その土地の生態系や環境に自然に順応をしますので、自然なバランスというものをおのずと身につける、そういった性質があります。This natural balance requires less intervention to produce a distinctive wine. えまあ優れた特徴的なワインを作るに、えー、作るときにこうしたあ適応能力、バランス感覚を身につけたブドウの木というのは人々の介入をあまり求めません。The vine, the vine in this picture was planted in 1901. こちらのスライドの写真にあるブドウの木千九百一年に植樹された木です。And is still thriving today. 現在でもブドウの実をつけます。 Old we, we also believe that old vines are more expressive of their site and terroir. The deep root structure, smaller crop, produce more distinctive wines reflective of the place. ブドウの根が地中深くに伸びている点、また自然と小さな実をつける、収量も限られるという点から、テロワールの表現に優れたブドウの木と言えます。また、こうしたオールドバインの古木というものは、しっかりと歴史を私たちに伝えてくれるものだと考えています。 カリフォルニアそして老大そのブドウが生き流れてきた年月をしっかりとその歴史とともに伝えてくれるそういったストーリー性もワインから感じ感じていただけます We are now going to move on to the tasting portion of the seminar Before we begin、えー To taste and three blends. はい、えー、それでは皆様お待たせしました、えー。ワインのテイスティングに移ってまいりたいと思いますが、今日は6種類のワインをご用意させていただいております。えー、その中の3つはシングルビンヤードワイン、えー、残りの3つはあ複数のブドウ畑のブレンドで作られたワインになっております。 ロクシュリノワイン、ひとつひとつ、ジュンバニゴ l ツメシテイキ s スガ、ソリ種類のワイン、インにツ分ずつほど皆様にテイスティングしていただくお時間も設けていきたいと思っております。The first wine we are going to begin with is the Ironstone Vineyards 2019 Rus Vineyard Old Vines and Vendel. 最初のワインはアイアンストーンビンヤーズの、えー、ヴィンテージは2019年 <laughs> ルースビニヤードオールドバインジンファンデルです。Please taste the wine now. それではテイスティングをどうぞ。 Okay, I think we'll start talking about this wine. Uh Ironstone Vineyards is one of Lodai's long-term farming families. The Roos Vineyard is owned by one of their former winemakers. このルースヴィニアードというのは、い、え、つ、ー、のワインメーカーによって、しょゆされている、どばたけです。It is a, two, a ten acre vineyard, about three hectares, planted in nineteen oh nine. こちら、戦九百九年にしょくゆされた10エーカー、じゅうえか、さんへくたるほどの、どばたけです。This is obviously one of the single vineyard wines. ですから、まあ、こちらはシングルビィニアードのワインということになります。One of the interesting characteristics of this vineyard is that it is actually grafted on St. a i n George rootstock. で、まあ、この畑の、えー、特徴の一つとして、えー、セント・ジョージという大義に継ぎ木をされているという点が挙げられます。St. a i n George rootstock was not very common in the Lodi area during this time period. このブドウが植樹された時代、この大樹というのは、露台ではあまり知られていなかった、使われていなかった大樹だからです。Yards, はい、このセントジョージという大樹なんですが、沿岸地域ですね、沿岸地域のブドウ畑で多く使われていた大樹です。 The St. George rootstock vineyards tend to produce a bigger vine, more vigorous vine. But at 110 years of age, this vineyard only produces about 2.5 tons to the acre. ま、とはいえ、1, 110年にもジュ、えー、が及びますので、1エーカーあたりの収量はわずか25トンほどになっております。ロれは、こ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  i は、これ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 は、e れは、こ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 れは、t れは、t れは、こ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 れは、 Mostly neutral oak barrels. ジンファンデル100%です。10ヶ月ほど、ニュートラルなフレンチオークダルで、熟成をセっております。マス。me、it is a classic example of what you can find in Lodi Zinfandel。私にとっては、ローダイのジンファンデルのクラシックないい例ではないかと思います。 It has a nice mixture of red berry fruit combined with spicy tea leaf characteristics. We are now going to move on to wine number two, which is the Clinker Brick 2018 Old Vine Zinfandel. それでは、続いてのワインクリンカーブリックワイナリーの2018年オールドバインジンファンデルのテイスティングをどうぞまた1分ほどお時間をとります。 OK, we will now start talking about wine number two.、Um, please, if you have any questions while we're tasting, we will have time at the end for those questions as well. このクリンカーブリックのジンファンデルなんですが、全部で16の異なるブドウ畑のブドウが使用されております。この16のブドウ畑すべて、マカロミー・リバーの AVA の中に点在しております。 There are three that 中でも主要な部分を占めるのが三つのブドウ畑になります。The first is the c o a s t a vineyard, which was planted in 1 9 0 0三つ,の地の最初一つ目はコスタ・ビンヤードと言って1900年に植事された畑です。 とても美味しいワインができます。ここはですね、非常に粒の小さなブドウの実を実らせるのが特徴で、とても美味しいワインができます。The second vineyard is the Marissa vineyard planted on its own roots in 1928. そして二つ目に、マリッサ・ビンヤード。え、こちらは自根の畑で、え、1928年に植樹されたものです。 この畑のブドウからは特徴的なユーカリのようなえ風味が感じられます。ここのの年植樹とお伝えしましまたが、えーこの 時代というのはアメリカは禁酒法のまなんかの時代なんです from 1920 to 1933 where was でこの禁酒法アメリカで1920年から33年まで、えー、アルコールの製造が禁止されていた時代です You might ask why would you plant それではなぜこの禁酒法アルコールを作ってはいけない時代にブドウの畑ができたのでしょうか During prohibition, families were allowed to make up to 200 gallons for personal consumption。この禁酒法時代は、えー、自家用のワインを 200ガロンまで各家庭で生産していいというルールがあったんです。で、えー、カリフォルニアのその他の産地と違って、ローダイはアメリカの島へ開けた流通網を持っていました。 ですからこの時代、ローダイのブドウ栽培農家というのは、小さな箱にこのブドウを詰めて、にーこの禁酒法時代ホー栽培が行われていた畑たくさんいられます。 The third vineyard in the clinker brick wine is the Bernie Mettler vineyard planted in 1962. The yields tend to be a little bit higher on this vineyard, but the quality is extremely good. この畑の、収量は比較的高めなんですけれども。非常に品質の高い、ブドウを産出することでよく知られている畑です。このクリンカーブリックワイナリーのジンファンデルですが。アメリカンオークで十五ヶ月間熟成を行っております。 最初のワイン、アイロンストーンよりも、比較的、ジュクドの高い、フュミガトクチョウだと思います。We are now going to move on to wine number three, which is the Lang Twins Family 2014 Centennial Vineyard Zinfandel. それでは、3つ目のワイン、ランゲツインズ、センテニアル、オールドバインジンファンデルのテーショングをどうぞ。I will give you a minute to taste. Okay, we will begin. はい、えー、そろそろお話しさせていただきます。The Lang Twins family is one of our larger multi-generational farming families. ランゲツインズファミリーなんですが、えー、まあ老代の中でも比較的規模の大きい、そしてえー、まあ何世代にもわたってブドウ栽培を行ってきたファミリーです。 They have also been farming in Lodi going back over 100 years. However, this vineyard is a vineyard they purchased the grapes from. The vineyard comes from their friend Charlie Lewis and was planted in 1903. そのブドウ畑なんですけれども、ファミリーの友人であるチャーリー・ルイスが所有している、畑で、1903年に植樹されたブドウ畑です。This is also a head こちらのワインも比較的熟度の高いスタイルのワインだと思います。より長い時間、樽熟成を行っております。On お average、2 4 months in American oak barrels。熟成は24カ月間、アメリカンオ to balance the ripe fruit. ですが、非常に鮮やかな 酸がしっかりとその熟した果実とバランスしていると思います。It is a very wine. 非常にまあ個性の際立ったワインだと思います。One other point about this wine is it also carries the Loire Rules for Sustainable Wine Growing seal on the bottle. ままた別の特徴としまして、こちらのワインのののボトルルルルルにはロダイイーー認証のサステナブルシールが添付されております。This wine, along with the next three that wine seal. along all carry that seal. このワインとあと残りの3つのワインすべてにこのロダイルールの認証シールがついています。The Lodi Rules was California's first sustainable vineyard certification. このロダイルールズというのは、カリフォルニアで一番最初に設立された sustainable 認証を受けたのです。今、これを100 different farming practices that a grower must do in order to get certified。この認証を得るたのですが、100個も必要なので、厳しい規定を守らなければなりません。We are now going to move on to wine number 4, which is the Mettler Vineyard 2018. ローーダイイオルルドァンンンフ続いてのワインですが、メトラーファミリービンヤーズの2018年、ローダイエピセンターオールドバインジンファンデルです。I will now give you a minute to taste this wine。それでは、テイスティングをどうぞ。<coughs> Okay, we will move on to talking about the wine. So, wine The 2018 Lodi Old Vines Infidel of Mettler family um, is one of the youngest vineyards in the tasting at only 50 years of age. えー、このメトラファミリービアーズの2018年、えー、ジェンファンデルなんですが、今日のテイスティングワインの中では、ジュレーが比較的若いといっても、ジュレーは50年のブドウバになっています。Most people would tell you that an old vine begins at 25 to 30 years of age. まあ、多くの人々がこのオールドバインというのは大体いい25年から50年ぐらいの樹齢のものを指すというふうに認識しています。それは、まあ、そのぐらいの樹齢になると生産量、収量というのが、まあ、下がってくるからなんですけれども。And we generally use 50 years of age for an old vine in Lodi. ローダイでは、まあ、最低でも50年というのをオールドワインの基準にしています。The Mettler family has also been farming in Lodi back to the 1800s. このメトラファミリーも1800年代からローダイでブドウ栽培を行っている歴史ある農家です。Uh, the recent generation started to make wine. ですがまあ、あの最近のお世代になって、ジシャのワインも生産するようになりました。The winemaker is Adam Mettler, who was recently recognized as the Winemaker of the Year by Wine Enthusiast Magazine.Wine Maker ーーの Adam Mettler なんですが、チョッキンで、Wine Enthusiast Magazine の Winemaker of the Year を受賞しております。He was recognized for his work. 私たちの v t n e r Family ち Vineyards as well as m の c h a e l d a v i d の Vineyards と h e r e h e w a s t 同 e に、i n e y a r d s と同じの i n e m a k と i n g y a r d s と同はよちろん i n e y a r d s の v i n e y a r と同じに、私たちの v i n e y a 同じに、の Vineyards と同じよの Vineyards と同じように、私 Vineyards と同じよ n e y a r d v e r a v a n t f a r from the Roos v i n e y a r d こちらのブドウ畑もマカロミーリバーの AVA に所在しておりまして最初にテイスティングしたルースビンヤードとも距離は近い場所にあります moder ately, moder ately こちらは比較的こう明るさのある新鮮さを伴ったワインのスタイルだと思います We are now going to move on to the next wine which is the Michael David フリークショー・ z i n f a n d e 2019. 続いてのワイナリーです,ワインですが、マイケル・デビット・ワイナリーのフリークショー・ジン・ファンデルです。それではテテイスティングをどうぞ で、okay, <laughs> ではそろそろよろろよししいでしょうかマイケル・デイヴットのファミリーもローダイで長い,長い年月ブドウ栽培を行ってきた歴史あるファミリーです。 Old in the ground. そして彼らはローダイにたくさん現存しているオールド・バインのブドウ・畑を保護するという観点で非常に重要な役割を担っているファミリーです。マイケル・デイヴィッドは、7 d e a d l y z Infidels。 マイケル・デイビッド・ワイナリーはえ非常に、まあ、あの成功を収めたセブンデッドリー・ジン・ファンデルというブランドをえ作ったワイナリーです。 非常に成功を収めたワインでしたので、えー、たくさん売れたわけなんですけれども、そのワインに使われている古木のジンファンデルというのは、たくさんの農家から購入して作られていました ago, show, で。そのブランドを数年前に売却し、現在はこのフリークショーというブランドに力を注いでいます。 they continue to produce very distinctive and popular zinfandels under this label. there are several interesting things about this wine. first, this wine gets about 18 months in barrels, mostly american oak, but some french oak. マダのジュクセネカしシしはおよそ18ヶ月間、アメリカンオークとがほとんどノネスガ、イ一部フレンチオーク n ツカテジュクセオコナテイマス。This wine also is a blend of こちらのワインも複数のブドウ畑のブレンドで生産されているワインなんですが、ブレンドという点では、ジンファンデルに8%プティシラーと6%プティベルドがブレンドされています。ジンファンデルというのは歴史的にカリフォルニアでは、 ブレンド要因としても役割を果たしてきた重要な品種です。Additionally, many of the old vineyards have mixed varieties planted amongst their old vines and f n d e l s またですね、たくさんのこのオールドヴァインジンファンデルの畑を見ますと、その中に複数の異なるブドウの品種が混色されているということがわかっています。These field マフィールドブレンドというふうに呼ばれたりもしますが、こうした特徴がまた、ワインに非常にこう特徴的な要素を与えてくれます。Michael David is also responsible for the Lodi rules for sustainable wine growing.

This allowed the program to grow and see many more acres get certified sustainably grown. <repeat> and because of this, Michael David was recognized by Wine Enthusiast Magazine as their Winery of the Year last year. こうしたまあ功績が認められてワインエンスジャストマガジンの昨年ワイナリーオブザイヤーを受賞しておりますそれでは最後のワインのテイスティングに移りましょう The Oak Farm Vineyards 2019 More Fry Ranch's Old Vines Infantile 最後は2019年のオークファームビーズモアフライランチ、えー、ジンファンデルです。I will now give you a moment to taste this wine. それでは、テイスティングをどうぞ。<laughs> We will now move on to talking about the wine. Oak Farm Vineyards is one of our newer wineries, having just started making wine about twelve years ago. Oak Farm Vineyards is one of our newer wineries, having just started making wine Growers in the area. ですが、まあ、このワインのブドウを生産しているモアフライランチというのは、まあ、ロダイの中でも歴史ある農家です。In the area. でこのエリアで、えー、ブドウ栽培を行っているモアフライランチの、えー、ホームランチというのは、非常に特徴的な、えー、ブドウ畑になっております。 It sits on the southern edge of the city of Lodi, and the Costco warehouse sits less than a mile away. It's this proximity to the city and development that highlights one of the challenges of growing old vines in えまあその町に近いということ、そういったまあ商業的な土地の利用がえまあ迫ってきている場所に位置しておりますので、古、え、ボ、ー、のブドウ畑を維持し続けるという点において非常にまああの挑戦的な課題がまあ,あ,のあるというような場所になっています。Because the vineyards are very old, they don't produce much, and all the work needs to be done by hand. 葡萄畑は当然のことながら非常に古くなってきておりますので、えー、非常にですね繊細で全ての畑作業を、えー、手動で機械を使わずに人が行っていくという必要があります収量も少なく、えー、管理にコストがかかる に加えてカリフォルニアは労働力の確保というものも課題になっておりますので、なかなかたくさんの困難が維持していく上ではあるんです。The ground, そういった背景から、こうした古木の畑を維持していくためには、少しでも高くブドウを販売するということが求められます。 モアフライホームランチは8 separate blocks of old vines i n f w n t i l モーフライランチのホームランチには 8, つ8のコトナルクカクが出ていますべての区画。 で1945年にかけて植樹されたもので、えー、全て自己の畑となっております。And total about 35全部で35ヘクタールほどになります。このワインに関しましては1945年植樹の、えー、自己の区画から、えー、作られています。 The 77 year old vineyard tends to produce a very moderate crop but ripe fruit flavors. It typically sees about 12 months in oak barrels. タルジ期間は12ヶ月です。一部はシンダルですね、フレンチオークとアメリカンオークを使っております。A, a こちらのワインもロダイのオールドバインジンファンデルとして非常にクラシカルなスタイルだと思います。 with distinctive mix of red and dark fruit flavors eh, well, that, that, that tend to have spicy and tea leaf-like characters. Leaf -like characters. Before we move on to questions and answers, um, I have a couple final points I'd like to make about Lodi. First, it is a very distinctive place that combines the best of people and place to make interesting wines. でまあ、この後、質疑応答に移らせていただきますが、その前にいくつか、えー、お伝えしておきたいポイントがあります。まずこのローダイという産地、非常に個性豊かな土地、武道栽培、ワイン生産地となっております。その背景にはその土地に根付いた人々の営みがあります。The picture in front of you now is actually more fry ranch with the old vines at the bottom of the picture. ご覧いただいているスライドの写真なんですが、先ほどテイスティングしていただいたモアフライランチの写真です。えー、写真の下の方に少し写っているのが湖北のジンファンデルです。ロダイ。 ローダイはカリフォルニアに最初に人々が入植してきた時代からぶどう栽培を続けてきた歴史ある産地です。 ずっとこの土地はブドウ栽培とともに発達してきたコミュニティが根付いています。1906年には初めてブドウの収穫祭フェスティバルが開催されています。今年は初めてジンファンデルクイーンというのを選んだそうです。The city has also named its high schools after grape varieties. また、えー、地元の高校には、ブドウの品種が由来の名前がついています。And its police cars have grape clusters on their doors。またあ、地元の警察のパトカーのドアには、葡萄の房が描かれていたりします。It is a very proud, generational farming community that loves growing grapes and making delicious wines for the rest of the world to enjoy. 世界中の皆様に楽しんでいただける美味しいワインを何世代にもわたって作り続けていることを大変誇りにしている、そういったコミュニティなんです。

マイクをお持ちいたしますえっと、まあ、本日はあの素晴らしい、えっとぼくのジンファンデルをテイスティングさせていただいてどうもありがとうございましたえっと一つ質問はえっとここ近年のグローバルウォーミングの労材での影響とそれに対するなんか対策と,とりわけこうジンファンデル Okay, Stuart, the question. Uh, so, before the question, he said uh, thank you very much. I really enjoyed the Albine gene funded testing today. So, the question is about uh, so, we've been hearing more and more often about the global warming uh, influence to the wine industry as well. Uh, could you tell us about? How to combat this situation in Lodi, or particularly to grow, uh, keep growing old vine Zinfandel? Um, that's an interesting question. Um, one of the things we are finding with old vine Zinfandel is that um, we are picking them earlier, but they still retain their freshness. はい、あの非常に興味深いご質問をいただきましてありがとうございます。オールドバインジンファンデルの、まあ、栽培を見ていますと、まあ、いくつか、まあ、変化といいますかが見られるんですけれども、近年はより収穫の時期というのが早くなってきています。ですが、非常に新鮮な、えー、酸味を伴ったブドウが得られています。With respect to climate change, there are a lot of things happening in Lodi.

行ってきていますはい、ウクナティのティマス。ウクナティキティウ畑の開発自体を気候変動に合わせて変えていったりそういった取り組みも行われるようになってきました There is As well、as growing and training the ブドウ畑ではカバークロップを採用する畑がより増えてきておりますし、あとは地面からより高い位置に、背を高くク、ブドウを増し立てるそういった取り組みも行っています。We are also doing a fair bit of research on more drought tolerant rootstocks that better position us for changes that may come. また、大義ですね、干ばつ、水不足にも耐えられるような大義の開発、リサーチというものも進んでいます。まあ、とはいえ、100歳を超える古木のブドウ畑で、こうした変化をもたらすというのは、なかなか難しいというのも現実です。

まあこれはですね、まあ、最小限の水を古木で生きながらえるために必要な、まあ、水とそして栄養分をブドウの木に人工的に与えるという取り組みです。OK。ありがとうございます。Thank you very much, 他にご質問ございますかはい。 はい、ありがとうございますえっ、ー、とテイスティング6回、えー、とやっていただいた中に、えー、とクラシカルなスタイルのワインっていうのを1番と6番で、えー、おっしゃいましたがあのちょっと不勉強なんですけどこの地域の,あのクラシカルなワインの特徴味わいの特徴ってどういったものなのかまた逆にあのモダンな作りの、えー、と特徴って何かあのこう端的なものをご説明いただければと思います。 Hi, so over the course of tasting today uh, of six wines, uh, you mentioned that number one and six is in classical example of Lodi Auvin Ginfandel. What would you, uh, how would you define or uh, uh, explain the classical Auvin Ginfandel from Lodi and um, and also how would you describe uh, versus modern style Auvin Ginfandel? For me, the the classic style represents that nice mix of red and dark fruit flavors combined with an underlying kind of tea leaf spicy character. 私にとってはクラシックなスタイルのジンファンデル、ロダイジンファンデルというのは赤いフルーツとダークフルーツの、えー、まあが合わさったどちらも感じられるという部分とあとはその下支えする風味の中にお茶の葉っぱのようなスパイシーな特徴が感じられる点です。I believe that to be the more pure expression of Zinfandel. でこれがあより純粋なジンファンデルの表現ではないかというふうに私は理解しています。In <L> あのロダイにおいて。その一方で、モダンなスタイルのジンファンデルなんですけれども、より熟度の高いもの。 反対に熟度が控えめなもの、その両極端に両,両サイドのもの、両方がモダンなジンファンデルと表現できると思っています。The riper style is going to be characterized by more dark fruit flavors and a bigger mouthfeel. でより熟度の高いスタイルというのは、えー、ダークフルーツの特徴が顕著になると思いますし、えー、口に含んだときのもうボリューム感というのもしっかりと感じられるワインです。Some would call this a 人によっては、それをジャムのような、ジャミーな、えー、風味というふうに表現したりしますが、えーまあ、アメリカの市場では非常に人気のある、えー、ワインのスタイルです。 しかし、その一方で、特に近年のトレンドとして見られるのが、ジュクドが、えー、まだそれほどではない段階で早摘みをするという作り方です。 でまあ、このスタイルは非常にそのアロマが豊かだと思いますが、まあ、口に含んだ時の,そのボリューム感というのは控えめだと思います。One of the interesting things we are finding out about Lodi wine grapes is that you can pick them at lower sugars and they still have delicious fruit flavors without overly green or herbaceous character. でこのロダイのお、まあ、栽培ワインを見ているとその、少し早摘みをして、さほどしゅ、えー、と糖度が上がっていない段階で収穫されたブドウからワインを作っても、えー、それほどそのグリーン、未熟な特徴というものがあほとんど感じられないという点です。There is far more diversity of styles of Zinfandel b e n made today in l o d than ever before. 以前にも増して近年はこのロライのジンファンデルだけでも非常にたくさんのスタイルのワインが作られるようになってきました。ありがとうございます。その他、ご質問いかがでしょうかはい。p e n c e r I have two questions. えと一つ目は、ロ、えーダイのオードバインズは、えー、とてもまっすぐで太くて背が高く育っているように見えます。他の国では、えー、細くて低くてこう曲がって育っているものを多く見ます。この違いははなぜでしょうか、えー、もうかも一つは、えー サブブブウののののの中ででで、えー、ドウやワインの値段の差はは出ていいるしししょょううかかそ理由何お願いしますありがとうございます。2、uh, so,〜questions。So, the first question is about the、uh, old vines,、uh, how it l o o k like. It looks like by what,、uh, looking at all the pictures of the vineyard of Lodi, Orbine, Jim Fandel, It looks taller and straight, standing up. Instead of uh, some of the other regions of vines, it looks quite short and you know, uh, natty, uh, kind of uh, looking. Could you explain what's the difference between that? Okay. And what was the second question? Uh, and the second question is. About the South year of Lodi. Is there any variation in terms of the price of wine or grape within the different South AVAs in Lodi? And uh, if so, could you tell us the reason why? Okay, the, the first question is um, about uh, the old vines. 最初のおご質問ですけれども、えー、ロダイで採用されているその仕立て方のお、まあ、特徴といいますか、スタイルなんですが、えー、どちらかというとそのお小さな木を育てるようなイメージで、えー、仕立てています。 Part of it is that マソリワー、サチツノ、スナノドジョーデワー、コノオブドノキトゥノワリトコノジュセガツヨク、ソタチガチナンデスネ。ちちね、Some of the growers trained their old vines in a more ladder style. で、えー、まあ、その農家の中には、えー、まあ、オールドバイ、えっ、ー、と、ジンファンデルを少しこう違った形に。仕立てるところもあります style you often see in Europe. で。ヨーロッパで見られるような、その、えー、まあ、ゴブレですね。ゴブレのような仕立て方をしているところは。まあ、ローダイではあまり見かけないです。they tend to be more sprawling.。they tend to be more.。 Kind of out。あ,あ、あ、really no うん、二つ目のご質問、あの a、サブエに価格の違いはあるかというご質問ですが、あそこまで大きな違いはございません。 カカクニカンシマシティは、えー、こう誰が購入するかということが反映される傾向があります。And the relationship the grower has developed with the winery、うん。SKARAMA SONOKATO、s o n o b u d o k o n u s r u w i との、えーまあ、関係性、そういったものが反映されます。However, the ground is more expensive in the m c c u l l o u m River AVA. まあ、と言いつつ、マ、え、ッ、ー、コロミーリバーの AVA は土地の価格が他よりは高いというのは言えます。This is where the majority of the ここはですね、えーまあ、多くのワイナリーが本拠地を構えている場所でもありますし、えー、たくさんの,その訪問客がある場所でもあります。It is also closer to the city. エデスカラアトワソノ、マチニチカイト、ユテマアレンデスカラマソノ、ソイタあトクチョウ、トゥノワ、マ、ねえーまあまあ、コロニーリワ、のサブ,ブエエにはあります。All of this leads to greater pricing for the ground. エマソーシタリユカラ、まあ土地代というのはこのエリア高くなり、なる傾向があります。ガリマス。 ありがとうございますでは、えー、ご質問は以上とさせていただきます。えー、また、えー追ってあの、何かご質問などがございましたら、えー、事務局の方に送,らせ送っていただけましたら、えー、スチュワーさんのほうと確認をしまして、ご回答させていただきます。えー、では、まず皆様、本日の、えー、スピーカーのスチュワーさんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。 あのお隣の支援、えー、会場の方で、老、えー、内の特別支援コーナーを開設しております、えー。そちらの方ではまた、あの、他の老代のワインもご支援いただけますので、ぜひそちらの方にも、あの、お土地やいただけるようにお願いいたします。えー、また、あの、本日のプレゼンテーションの資料でございますけれども、えー、非常に詳しく情報がたくさんの、えー、プレゼンテーションとなっております。えー、こちら、えー、お手元のグラスマットにございます QR コード、えー、こちらを スキャンをしていただけますと、アンケートに え、進みます。え、そちらのアンケートにご回答いただけましたら、え、こちらのプレゼンテーションの資料をダウンロードできるようになっておりますので、ぜひ、アンケートにご協力いただきまして、パワーポイント、あの、プレゼンテーション、PDF の形になっておりますので、ダウンロードをしていただけた、ますよ、お願いいたします。また、えー、セミナーの方でご支援い,いただきました6種類のワインでございますが、前方の方にボトルを陳列しております。ぜひ、どうぞ、えー、写真などのご、あの、 撮影などにご活用いただけたらと思います。また最後になりますが、毎年恒例となっております、カリフォルニアワインバイザガラスプロモーションですけれども、今年も4月から5月に実施いたします。お手元の方にこちらのご案内書があるかと思います。第1回目の締め切りが来週の金曜日3月18日となっております。 また、こちら毎年最優秀店舗6店舗が選定されますが、今年はさらにテーマの産地でございます。本日のテーマにもなっております、老大産のワインですね。こちらに特に反則に最も注力された2店舗にベッドですね、老大グロワー賞が授与されます。ぜひ、病院店の皆様、ふるってご参加いただけますよう、よろしくお願いいたします。では、以上をもちまして、ダイ 呂代のオールドワインを知る試飲セミナーを終了させていただきます。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。